で実はこの最初のページはいつもこのページをあの使わせていただいているんですけども。 あのー、これはですね、実は農学部の付属施設を、あのー、撮った写真でございます。まあ、これ、こういうそのバラエティのある施設に囲まれて私どもは研究、それから教育をしているわけでございます。で、今まであの、今学部長がおっしゃいましたように、5回、あのー、報告会を開催してまいりましたが、その行き札とか、私たちの組織、それから今までのハイライト、 簡単にご紹介させていただこうと思います。でこ,れはですね、これもあの毎回お見せしているんですけどもあの農学部ではです、ね、農学部長をヘッドとするのプロジェクトがございまして。 あの、えっとですね、東京大学は全体に、あの、ちょっとすいません、刺すものが、えっと、全、全体にですね、災害対策本部というものが左上でございますがございまして、そこにあの、登録をしてございます。で、青く多く囲んだところが農学部、農学部長をヘッドにした、あの、プロジェクトで、それから震災前から福島県農業総合センター、右上ですが、そこと、 あの、関係がございましたので、共同研究をその後も、震災後も続けているということでございます。で、この囲ってございますけれども、農学部は付属施設と、あと右側はですね、あの、先行ですけれども、主に先行は弥生地区にございます。でそこのあの、教員が串刺しになりまして、左のようないくつかのプロジェクトを遂行しているというわけでございます。大体いいですね、4,50人の教員が関わって、あの、日々、 福島県に役、福島の、あ、すいません。役立つあの活動を行っている最中でございます。それではその、どういう場所かということも簡単にご説明しますけれども、これは赤で囲ったところは農学部の関係のところでございます。農学部は円周林がたくさんございまして、あといろいろな施設、牧場、それから田無の の、まあ、補助でございますが、あの、いろいろな施設を持っております。だから、黄色いところはですね、私どもが、あの、共同研究をしております、市や村でございます。こう、こういう場所で、あの、研究を、研究、調査研究をしてまいりました。で、私どもが現在展開しています、プロジェクトを、ポンチエで表しますと、まあ、こんなことになりまして、森林、畑、川、動物、魚と多様なプロジェクトが、 そこで得られました成果ですけれども34ヶ月に一度報告会として報告してまいりましたがその報告を少しだけ振り返らせていただこうと思っておりますでまず最初の年ですけれども最初の年は2回11月と2月に行いましたで最初はです、ね、どういうことがあるんだろう降ってきた放射性物質により何がどのくらい汚染されたかっていうのを主にです、ね、調べてまいりました 稲とか土とか、まあ、果樹、きのこそれから鳥などについてもご報告してまいりましたそれから次の年に2年目に入りますと5月、9月それから次のスライドに出てまいります12月と3回あの報告会を開催しましてでだんだんです、ね、次の年になりますと単に測定をするだけではなくてですね 除染の試みとか、エネルギー作物はどうかとか、サイエンスコミュニケーションとかですね。あの、少し研究が深くなってきたところでございます。で、十二月もですね。まあ、同じように除染の試みとか、ここでは漁業をどういうふうに考えていけばいいか。それから、初めて生物濃縮という話もさせていただきました。で、本日ですが、あの、先ほど学部長がご説明いただきましたように。あの、初めて農水省と、それから地元の。 の福島大学とですね、からその行政的な目で見たらどうか、それから地元の目で見たらどうかっていうことをあのお話しできるのではないかと思います。それから農学部のあの先生3人方にお話をいただきます。それではあのどんなふうにですね今までの成果があの分かってきたかってことを簡単に本日話される先生以外にもたくさんあの報告をしてまいりましたので簡単に触れますとこの 例えば土と作物と樹木に分けますと、これはあの放射能の図でございます。土を取ってきて放射能がどんな風にあるか、まあ特別なそのイメージングプレートというものの上に土を置きますと、ポツポツポツと、 放射能があることはわかると思います。で、黒いところほど放射能が多いわけです。で、葉っぱもそうです。だか樹木も葉っぱにポツポツと落ちてきています。で、これが時間が経つとどうなるかで。まあ少なくとも半年経ってもですね。これまあ、まあ、参考にしていただければいいんですけれども、深さが縦軸になっております。まあ、ほとんどがですね。放射能はやはり表層についたままでほとんど落ちてこないと雨が降ってもですね。だか作物もですね。 実はここにポツポツある葉っぱは、たらあの、3月時点の自己時に生えてた葉っぱでして、その後どんどん葉っぱ。 その他が生えてくるわけですけども、他のところはあまりないということは植物体の中を通ってあんまり動かないということです。樹木もですね、あの、ここのちょっと見にくいかもしれませんけども、左側が写真で右側が放射能の図ですけど、新しく出てきた枝にはほとんど生えてこないと。3月時点にあった枝だけポツポツポツと放射能がずっと残ってるという状況でございます。ということで、結局ですね、降ってきた放射性物質の特徴はスポット上で表面 よくマクロにホットスポットとかあのいろいろ話題にな,なりましたけれども、土壌もミクロで見ましても、ポツポツポツとです、ね、スポット状だとで、時間とともにほとんど動かないということが分かってまいりましたであとです、ね、例えば鳥の場合も同様でして羽にです、ね、ポ,ポツポツポツと汚染されていました、だからこれはです、ね、実はあのその年の事故の年の鳥ですけれども、これすいません。あの 継承略で皆さんあの、この教員の先生方ですけれども、あの次の年はです、ね、もう生え変わってまして、羽はきれいになってました。魚はです、ね、左がまだらで右が辛いワシですけれども、筋肉の部分とか骨の部分に少し多少高い。 わけでございますけれども、これも時間とともにどうなるかっていうのは、まだ、あの、データ等々がまだ、あの、取れてませんけれども、これを食品で加工していくとかなり取れていくというデータもわかっております。動物につきましては、本日真鍋先生話されるでしょうが、あの、食事にですね、動物に与える餌にですね、セシウムのないものを与えたら、まあ、ミルク中のものは下がるとか、 あの生き物はですね代謝をするものですから、たとえその体内が汚染されてもですねまあ、出ていくということが分かってきております。それから、その今まで以外にですね昨年度からですね実はその非常に環境中の放射性物質の動態調査プロジェクトっていうのが始まりまして、大手先生がですね 大きなプロジェクトを始められています。で、これは水の流れ、高い山からこう中流、こう流れていくところに沿ってですね、水の流れはもちろんですけれども、そういった、ここに加えて生物のですね、働き。まあ、あの、生物の食物連鎖を 加味したものをこれと一緒に組み合わせて、環境中でどんなふうにセシウムが動くかっていうのを。昨年、あの大きなプロジェクトで始めたばっかりでございますが。もう一年経ちましたので、あの、これからですね。結果が出てまいりましたら、大手先生にも、この報告会でお話をいただこうと思っております。で、先ほど、あの学部長おっしゃったんですけれども。あの、今まで私どもは、あの、日本語で論文とか、創設とか、書いてまいりましたけれども、海外に。 あの発信すべきだということであの今月,です今月あの、スプリンガー社から本が出版されました、でこれはもちろん買っていただいてあの結構ですというかあの1冊50ユーロですけれども無料であのインターネットでダウンロードすることもできます、ちなみにこれはあの農学部のロゴでございます。 ででな内容ですけど1章から17章まで分かれておりましてで、まあ、あの小麦の話、それから稲の話、魚の話、鳥、土、まあ、いろんなものを含んでおりますで、この青で書きましたのは本日お話しいただく先生方の分野でございます。でうん えっと、それから次にですね、平成25年度からですね、先ほどあの、古谷先生おっしゃいましたように、少し教育の方にもプログラムを展開していこうということを始め,始めておりますで。農学部にはアグリコクーンと呼ばれまして、これはですね、ちょっと見にくいかもしれないんですけども、あの、学、 が官民連携型の農学生命科学研究インキュベーター機構と申しますが、あの機構長は学部長でございますが、あのアグリコクーンというものがございます。で、その中に放射線影響フォーラムグループというものを作らせていただいてで、あの教育実践プログラムをあの今年から始めるということです。で、狙いはどうかと言いますと、今まで放射線教育というのはですね。放射線とは何かまあ、生物。それから医学工業利用はどういうものかっていうのを教えて。きて そこにですね、私どもの,その今までの成果とか実習も踏まえての教育プログラムを展開してまいりますだからそれに沿ったカリキュラムか内容を充実していこうということで実際に今年からですね えっと、教育面では、講義では、あの、学部、それから大学院生、実習もですね、学部制用、それから大学院生を用意しております。それから、あと、その、教育をするだけではなくて、教材もきちっと作っていこうということを、あの、考えてきております。実は、ここに、あの、アグリココに対しましては、あの、本日お見えになってくださってます、朝日工業の、その、赤松社長をはじめ、 いろんな方にあのご寄付をいただいたり、あのお世話になりました。ここに厚く御礼申し上げます。それからあの機器につきましてはパーキンエルマー社から無料であの機器を提供していただいたりしております。でここにまたあの厚く御礼申し上げる次第でございます。でえっと私たちはこれからも継続的にですね調査研究と教育を続けていこうと思っておりますのでよろしくご支援のほどお願い申し上げます。以上でございます。